こんにちは、アンナスです。今日は招き猫の刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では招き猫の、絵を描いていきます。だいたいちょっと今日は目とか入れなきゃいけないので、だいたい4センチぐらい、3.8 ぐらいの丸を描きます。で、こう雪だるまみたいな感じですね。ちょっと大きかったかな、丸が。もうちょっとちっちゃくてもいいです。3センチぐらいですね。で、そんなにくびれさせないで丸2つで、首輪がここにあって鈴ですね。で、招き猫の耳は結構こう縦に大きいので、ちょっとこう大きめに描いて、で、鼻と目で、ちょっと口はこれぐらいで、で、ひげ、ちょっとひげはどうやって入れようかなって感じですけど、で、手ですね。手がだいたいこの辺ぐらいにこうあって、で、ちょっとここにこう柄が入ってるんですね。こう右手を上げている猫なので、あの金というかお金の方ですね。左を上げると人だそうです。なので、まあそれはちょっとお任せしますけども。で、だいたいこんな感じで、足はもうちょっと難しいからもなしにして、なんかこうね、こう奥の方に毛で隠れてるみたいな感じにしておいて、じゃあこれで、図案を写していきます。はい、では図案を写していきます。チャコペーパーで絵を写すんですけど、まあ、赤の布なので青いチャコペーパー、めくると中にインクがついているので、インクの方を下にして上に図案を乗せて、反対の手でしっかり押さえて力を入れてなぞります。で、写ってるか見ます。で、写ったので、じゃあこれで刺繍枠をはめます。枠は外すと2つに分かれるので、小さい方を下にして間に布を挟んで、で、ちょうど真ん中に来るようにセットします。よいしょ。で、緩い時はちょっとネジで調整して、しっかりピンと張った状態を保って刺繍していきます。では目と鼻から刺していくので、黒の2本取りです。で、最初は玉留めをしないので、玉留めの代わりのものを作るんですけど、どこでもいいので絵の中に並縫いを2つ入れます。目だとちょっと細かすぎて作業は大変なので、で、1つ前の穴に刺すと、これで絡まってるので出てるところをハサミで切ります。で、目は丸なので真ん中に基準を1本入れます。で、上と下と半分ずつ埋めていきます。で、上と下とバランスを見ながら交互に入れるとやりやすいです。これぐらいですかね。で、こっちも続きで、これで、もう切らないで鼻も一緒にやります。で、鼻は横に2本ぐらいかな。
これで、これで終わりなんですけど、あの柄ですね、白黒の猫なんで柄の部分もついでにやっておきます。もう同じ色なんで。頭の上は縦にステッチを入れて、で、まあこの手のところも縦に、楕円の縦ですね。縦に、左右バランスを見ながら刺していきます。で、普段のステッチだと結構離れてると、あの1回ずつ切った方が裏も綺麗なんですけど、これ後からこの面積全部埋めるので、裏の糸が渡っててもどうせ上からまた刺すことになるんで、隠れるんで大丈夫です。もう一気にやってしまいます。で、これで全部できたので裏に絡めて、これでもう絡まって止まっているので大丈夫です。これで糸をギリギリでカットします。で、これ次が白で刺繍するんですけど、白って結構下の色が透けやすいんで、こういうの残ってると結構これが黒く浮かび上がってくるんで、これは取っていいです。で、取っても別に糸抜けてこないです。っていうのは、この目を刺してる時にすでにこの中で絡まってるんですね。だからこれがほどけてくるってことはないから、取っても大丈夫です。その刺繍する場所にもよるんですけど、これだけ短いともう絡まってるのと同じようなことなので、これで取ってから続きをするときは裏に絡めます。さっき並縫いしたのは最初にこの絡めるっていう作業ができないですよね、最初は。なので並縫いしたんですけど、2回目以降は裏に絡めます。で、顔の部分を刺していくんですけど、顔は縦に刺していきます。で、今たくさん目とか鼻とかを刺繍したんですけど、そこは避けて刺していきます。なので、鼻で、今鼻までしか刺せないんですけど、一気にいけるところは一気に全部刺します。本当は、1センチを超えるとロング&ショートステッチに変えなきゃいけないんですけど、まあその各型の図案にもよりますが、まあこれぐらいだったらまあいいかな。ちょっと1センチちょっと多分超えてると思うんですけど、まあそこは今日はいいことにします。これで、また目にぶつかるので目を避けて、とりあえずまず下の部分だけを刺していって、できるだけ平行ですね。今ちょっと曲がりましたけど、でこういう感じで、また目の部分が終わったらまた一気に長いのを入れます。もう一針ぐらいかな、ちょっと中間みたいなやつ、ずっと同じ長さにしないで、こう丸いのでちょっと目の横に長めのやつ入れてから、
一気に長いの。あとはもうずっと端まで刺して、端まで終わったらまたここ残りを刺して、ここも残りを刺してっていう感じで避けて刺していきます。で、白はたくさん刺さないと下の色が透けやすいので、普段刺してる、時よりも、倍ぐらい埋めるつもりで刺すとちょうどいいぐらいになるので、ちょっと大変ですけど頑張って埋めてください。はい、では顔ができたので今度は鈴の部分を刺繍します。ちょっと耳は後で刺していくので、首輪のところも赤なのでついでに一緒にやろうと思います。まあ丸なんで縦でも横でもどっちでもいいんですけど、まあなんとなく横にしてみました。基準の1本を入れて、でこれも半分ずつ埋めますね。これ端からだと刺しにくいですね、丸いものは。刺繍糸がまっすぐにしかならないので、基準を入れて上と下を埋めていきます。でバランス見ながら、多分まん丸にはできないと思うんで、顔があるから上の方はちょっと途中で切れるみたいな感じで、途中で終わらせる感じで下だけまん丸にしておいて、これで、もう黄色は終わりなんで裏に2回ほど絡めてギリギリで切ります。で次が赤なんですけど、耳の部分ですね。今ちょっと布が赤なんで今分かりにくいんですけど、また白で囲ったりするんで多分大丈夫です。多分というか大丈夫です。これも2本取りですね。これ長さをちょっと揃えておくと作業がしやすいです。これで、裏に絡めて、で首輪は横にちょんちょんと、もうちょっと足すだけで大丈夫なので、でちょっと放射状に刺します。こっち側に行くほど細くて、鈴の近くに行くほどちょっと太くなってるっていう感じにしたいので、放射状に、で反対側の肩のところも2針ぐらいかな、もう1本入れるともうちょっと太くなる。で一気にいってもいいんですけど、糸が渡るのがちょっと嫌なので裏に絡めて上に、中を通してから耳ですね。耳はまずちょっと赤と赤で見えづらいんですけど、三角形の外側の部分を作ります。頂点を1個決めておいて、両端ハの字に、ステッチを入れて、で間を放射状に埋めます。でこの時のポイントは、全部から同じ穴から放射にすると、同じ穴がモコモコして刺しづらいので、中を埋めるときはちょっと見えにくいと思うんですけど、針1個分ぐらい下げておいて、その最初に作ったハの字の
中で作業をする感じで、頂点は置いとくんですね。中で放射状にしていきます。で、中が埋まってから一番最後にさっきのハの字に作った頂点のところから針を出して、縦に1本だけこうビッと入れるといい感じに収まるんですけど、多分あまり 見えてないと思うんですけど、同じように反対側もそういう風にして刺していきます。まず外側だけですね。で、中を針1個分下のところから始めて、中を放射状に刺していきます。で、最後仕上げに縦に1本入れて、で、これで一旦裏に絡めて、もうこれで赤は終わりです。で、今度白ですね。白も2本取りで、これで、裏に絡めるんですけど、まず耳のところをやっていきます。さっき耳をハの字、ヘの字っていうんですかね、つながってるからヘですね、ひらがなの。こういうもう1本一気に渡していいです。今作った三角形の耳の外側をストレートステッチで囲みます。ちょっとこう招き猫らしさが出ましたね、これで。で、反対側もこれで囲います。で、あとは、全部白で体と腕を刺していくんですけど、ここに腕があるんですけど、体と腕同じ色で刺すので、ここは横に刺していきます。横に刺して溝を作ります。なので、まず腕をこのさっきの目のところを刺したみたいに柄のところを避けて横に刺して、線がなくなったら一気に行けるところは一気に行きます。なのでちょっとこれは本当に長すぎるんで、ロング&ショートステッチにするんですけど、でもそのままこの反対の右手の方も横横に刺していきます。なのでちょっとこっちから先にやっておくと、ここが一気にいくと長いので、ロング&ショートステッチですね。一瞬で終わるロング&ショートですけど、まず1段目長いのと短いのを作っておいて、で、ちょっと先に出して平行にザクッと刺す。ちょっとあんま平行になってなかった。で、今ここに刺したから場所変えていろんなところにランダムに刺します。長さをいろいろ変えて、平行は平行を保たなくちゃいけないですね。で、これもやっぱり白だから、この下の赤が割と今透けてるので、こう 糸に針を刺すと、針が今糸が割れて下の赤が見えてしまっているので、これを隠すためにどん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 重ねています。でもここはまあ大体これぐらいで終わったので、またちょっとこう鈴のところのね、上にこう糸がかぶってるんで避けて刺す。あとはもう横向きにサテンステッチで埋めていきます。
で腕のところも腕を黒いところ避けて刺したらお腹のところもここに溝ができるように刺していきます。では腕と体ができたので今度反対側の腕右手を刺繍します。で、右手は付け根の脇のあたりから1本入れてこれを基準にこれに平行にずっと刺していきます。なので黒い柄のところは避けて刺していきます。はい、では白い部分ができたので今度は口を刺していきます。まず縦にすごいちっちゃいストレートステッチをもうほとんどわかんないんですけど入れてで辺の字に入れて、で、あとこの前足の指の割れ目みたいなところですか、なんか線をこう2つ、これもストレートステッチですね。ちょっと中通して。下に向いてる方の前足もちょんちょんとやってこれで赤い部分は一旦もうこれで終わりで次はひげですね。ひげもつけておきます。ひげは一本取りです。裏に絡めて、結構この鼻の近くに、本当は3本入れたいんですけど、ちょっとバランス見ながら、2本ぐらいしか入らなさそうです。あんまりギュッとやるとこの下の糸がこう割れてしまうのでいい感じにふわっと心配な方はペンで描いてもいいですけどちょっと細すぎるので頑張ってこうバランス見ながら感覚で刺していただいてこれ3本もやるとちょっとやりすぎなので2本で終わりにしておきます。これで裏に絡めてで切ってこれで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。